姿を変える大豆、国分蒔絵。私たちの毎日の食事には、肉、野菜など様々な材料が調理されて出てきます。その中で、ご飯になる米、パンや麺類になる麦の他にも、多くの人がほとんど毎日口にしているものがあります。 なんだかわかりますかそれは大豆です。大豆がそれほど食べられていることは意外と知られていません。大豆はいろいろな食品に姿を変えていることが多いので気づかれないのです。大豆は大豆という植物の種です。枝についた鞘の中に二つか三つの種が入っています。 大豆が十分に育つとさやの中の種は硬くなります。これが私たちが知っている大豆です。硬い大豆はそのままでは食べにくく消化もよくありません。そのため昔からいろいろ手を加えて美味しく食べる工夫をしてきました。一番わかりやすいのは大豆をその形のままいったり 煮たりして柔らかく美味しくする工夫です。煮ると豆巻きに使う豆になります。水につけて柔らかくしてから煮ると煮豆になります。正月のおせち料理に使われる黒豆も煮豆の一つです。煮豆には黒、茶、白などいろいろな色の大豆が使われます。 次に、粉にひいて食べる工夫があります。餅や団子にかけるきな粉は、大豆をいって粉にひいたものです。また、大豆に含まれる大切な栄養だけを取り出して、違う食品にする工夫もあります。大豆を一晩水に浸し、滑らかになるまですりつぶします。 これに水を加えてかき混ぜながら熱します。その後布を使って中身を絞り出します。絞り出した汁ににがりというものを加えると固まって豆腐になります。さらに目に見えない小さな生物の力を借りて違う食品にする工夫もあります。 納豆菌の力を借りたのが納豆です。蒸した大豆に納豆菌を加え、暖かい場所に1日近く置いて作ります。麹カビの力を借りたものが味噌や醤油です。味噌を作るには、まず蒸した米か麦に麹カビを混ぜたものを用意します。それと塩を 煮て潰した大豆に加えて混ぜ合わせます。蓋をして風通しの良い暗いところに半年から一年の間置いておくと大豆は味噌になります。醤油もよく煮た作り方をします。これらのほかに取り入れる時期や育て方を工夫した食べ方もあります。大豆をまだ若くて柔らかいうちに取り入れ、 さやごと茹でて食べるのが枝豆です。また大豆の種を日光に当てずに水だけをやって育てるともやしができます。このように大豆はいろいろな姿で食べられています。他の作物に比べてこんなに多くの食べ方が工夫されてきたのは大豆が味もよく畑の肉と言われるくらい たくさんの栄養を含んでいるからです。その上、痩せた土地にも強く、育てやすいことから、多くの地域で植えられたためでもあります。大豆の良いところに気づき、食事に取り入れてきた昔の人々の知恵に驚かされます。